BTS の J-HOPE が14日、自身のインスタグラムストーリーを更新。俳優の坂口健太郎のやりとりが話題となっている。坂口健太郎、J-HOPE のソロデビュー祝う、15日、自身初のソロアルバム、Jack in the Box をリリースし、BTS メンバーとして初めて本格的なソロデビューを果たす J-HOPE。ストーリーでは、ジャックインザボックス、おめでとうフォーム、健太郎坂口、と書かれたカードが飾られた祝賀の写真を公開。日本語で、ありがとう、というメッセージとともに、スマイルの絵文字を複数添えた。BTS は2018年、坂口主演ドラマ、シグナル長期未解決事件捜査班、カンテレフジテレビ系の主題歌を担当。以降、坂口が BTS のファンミーティングに足を運ぶなど交流を深めた。特に坂口と J-HOPE は、韓国で食事をしたことを明かすなど親交があり、現在も続く二人の友情に大きな反響が寄せられている。J-HOPE、ついにソロデビューへ。ジャック・イン・ザ・ボックスはタイトルに含まれた意味のように既存の枠組みを破り、一段階成長した姿を見せるという J-HOPE の抱負を込めたソロアルバム、イントロを皮切りに、今月1日に先行公開された、モアを含む、パンドラズ・ボックス、ストップ、イコール・サイン、ミュージック・ボックス、リフレクション、ワット・アイ・エフ、セーフティ・ゾーン、フューチャー、ダブルタイトル曲、パーソン、など、計10曲が収録される。Thank you.